必要なものは揃いましたね。背の字の城じゃない。無理に俺の家を出ずともよかったのだぞ。ハリエットとの生活を邪魔するわけにもいかないだろ。気にしすぎだ。そろそろ昼飯じゃな。娘っ子どもが来るのを待つとしようかな。パパたちの片付け終わったかな。そろそろ一段落した頃だと思うよ。きっとお腹を空かせてるわね。早くお昼を持って行ってあげなくちゃ。うん、そうだな。なんだかさっきから会話が続かないわね。二人ともそれだけ真剣に料理に打ち込んでるのね。そうだよ。当然じゃないか。とってもいい香りね。あ、グリューネお姉ちゃん。静かだと思ったらソファーで寝てたのか。ノーマさん、起きてください。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ずっとお兄ちゃんのまま。痛いだ。頭グリグリしないで、グリグリしないで。起きてください。いろいろあって最近寝不足なの。おはよう。ご飯できた？ノーマも少しは手伝ったらどうだ？私はあんたらみたく料理を作ってあげたい相手がいないの。それは切ないわね。荷物運びを手伝えばよかっただろう。その方がよかった？料理を持って行ってあげますか。はい、お兄ちゃん。うん、うまい。よかった。このサンドイッチ、とっても美味しいわね。うん、そうだな。クー、味わかってる？ジェイボー、よう噛んで食うんじゃぞ。モーデスさんにそんなこと言われると、妙に腹が立ちますね。
しい？味に始まり、食感から舌触りまで、この世のものとは思えないまずさだ。せっかく頑張って作ったのに。いいわよ、もうそれ返して。俺には全部食う責任がある。途中で投げ出すわけにはいかん。な、何よそれ。みんなの分もあるから安心してね。どうして顔を背けるの。キート君の分も作ったのよ。ほら食べて食べて。動物の反応は正直ですね。飼い主のモーゼス君が責任取って食べなさい。わい、いつもこんなんばっかや。こんなことのために生まれてきたんと違うんじゃがの。おいしいでしょ。あら、モーゼスちゃん楽しそうね。走り回るほどにおいしいのかしら。グリューネさん、なんともありませんか？いくらでもお腹に入っちゃうわね。わかる人にはわかるのよ。死ぬかと思った。お邪魔します。外出しても平気なのか。今日はとても体調がいいんです。あ、そうそう、町の入り口の方が騒がしかったですけど、皆さん何かご存知ですか？人だかりができていましたよ。それに誰かの叫ぶ声も。様子を見に行きますか。放っておくわけにもいくまい。誰でも構いませんから、私の質問に答えてください。何かあったのか。ここは話の通じない人ばかりなんですね。フェニモール。よかった、姉さんの名前まだ覚えてるんですね。姉さん、それじゃあなたが妹さん？そうか、フェモちゃんって確か双子だったっけ。フェニモールの妹、デューラです。はじめまして、メルネス様。こんな町に住んでいるから姉さんのことなんてすっかり忘れているのかと思いました。フェニモールのことを
忘れたりなんかできないよ。なら、ご自分の立場も忘れて、なぜこのような場所にいるんですか？陸の民と一緒に何をしているんですか？あなたが果たすべきは、もっと他にあるはずです。おう、ちょっと待てや。シャーリーは外交官として、水の民の代表としてこの町にいるのだ。君も水の民なら知っているだろう。この目で確かめるまで一緒に暮らしているなんて信じられませんでしたけどね。私は姉さんを殺しておいてよくこんな場所にいられますね。陸の民なんかとよく一緒にいられますね。あなたおかしいんじゃないですか？ちょっと待て、お前とんでもない誤解をしてるぞ。メルネスをかばって姉さんは死んだのでしょ？メルネスが殺したのと同じです。お前な。お兄ちゃん、私は大丈夫だから。あなたは私たちの希望だった。なのにあなたは私たちを裏切った。今も裏切り続けてるじゃないですか。水の民の里にも戻らないで、こんな町なんかで暮らして、陸の民なんかと一緒にいて、一人だけ逃げ出したんですよ。おい、いいから。あなたがやるべきなのはこの人たちに報復することでしょ。この人たちを滅ぼすことでしょ。たくさんの仲間が陸の民に殺されました。姉さんも陸の民に殺されました。あなたの目の前で殺されたのでしょう。なのになぜ力を使わないんですか？それは姉さんの命なんてあなたにとってはどうでもいいものだからですか？そんなことない。けど陸の民の方が大切なんですよね。ここにいる憎むべき陸の民の方が。それは比べられるものじゃないよ。そうやって逃げるんですね。姉さんが生きてるって知った時、私本当に嬉しかった。陸の民に襲われて姉さんと別れてしまってから嬉しいことなんて一つもなかったから、また一緒に暮らせると思うと嬉しくて仕方がなかった。なのに、なのに、なのにあなたのせいで姉さんにはもう会えない。あなたが姉さんを私から奪った。あなたが姉さんを殺したんです。そうだね、シャーリー。私がしっかりしていればフェニモールは遺跡船に残らなかったもの。私をかばって命を落とすこともなかったと思う。私がしっかりしていれば。バカにしてるんですか？それだけわかってるならやることは一つじゃないですか。あなたがしなければならないのは私に言い訳することなんかじゃない。陸の民と仲良く手をつなぐことでもない。この人たちを滅ぼすことでしょ。それは違うよ。何も違いませんよ。ううん、違うの。それだけは絶対に違うの。話しても無駄みたいですね。あなたの考えはよくわかりました。もう話すことはないです。顔を見てるのも気分が悪い。帰ります。陸の民の町にいたら私までおかしくなりそう。かあ、性格悪っ。可愛げのない娘っ子じゃの。可愛いなんて思われたら虫唾が走ります。モーゼスさん、
バカなこと言わないでくださいよ。デュッちゃんってば、文句を言うためにわざわざ来たわけ？恐るべき執念だな。執念か。私もそれくらい根性を見せないとダメなのかもしれないな。あ、いやいや、こっちの話。シャーリーちゃん、元気出してね。大丈夫です。いつかこんな日が来るだろうって覚悟してましたから。シャーリー、本当なら私の方から会いに行かなくちゃいけなかったんだと思う。マウリッツさんに里を任せきりにしてみんなの気持ちまで考えてなかった。私のしていることが水の民の総意でないことは分かっていたはずなのに。テューラさんは強いね。一人でこんなところまで来るんだもの。一人で背負わなくていいんだ。これは俺たちの問題なんだから。陸の民と水の民の間の溝は俺たちが少しずつ少しずつ埋めていけばいい。感情面を簡単に解決できないのは仕方のないことだ。これは大昔から続く根の深い問題なのだからな。ほいでもわいらはみんな家族になれるはずじゃ。家族。家族を語らせるとモーゼスはいいことを言うからな。他にいいとこないけどね。なんじゃと。皆さん本当にありがとうございます。やっぱりここだったか。お兄ちゃん、どうして？なんとなくここにいる気がした。私、もっと強くならなくちゃ。お姉ちゃんに怒られちゃう。もう大丈夫。帰ろ、お兄ちゃん。あ、ノーマさんだったよね。師匠、見ててね。私が絶対に見つけてみせるから。頑張る元気、ちょっとだけちょうだいね。よし、頑張るぞ。何をだ。ありゃ、せねせね、りっちゃん、こんなところでデート？別にそんなんじゃない。二人の邪魔しちゃ悪いから、私帰るわ。じゃあね。ノーマのやつ、何慌ててるんだ。私たちにここにいるところを見られたくなかったのかも。知り合いの墓か。名前はスベン。セロジ、朝じゃ。はい、起きるんじゃ。起きんか！ギート、頭をかじっちゃれ。ギートにかじられそうになる夢を見た。朝に弱いた、セノジ。気合が足りんな。お前は朝から元気だな。おお、ワイの朝はギートの散歩で始まるけんな。やっぱり犬なのか。何か用事か。シャボン娘がワイらに頼みがあるそうじゃ。ノーマが？
噴水広場に集合じゃ。はよ行こうか。ジジイ、まだ町にいたのか。この下品な猿声はノーマンか。まったく今日は薬日じゃ。最悪じゃ。何があったんだ。ザマランさんを見かけた途端、ノーマさんが怒り出しちゃって。さっさと大陸に帰りなさいよ。またやり長居するつもりはないわ。お前の情けない声も存分に堪能したことだしの。誰が情けない声だって。ノーマン、そんなに喧嘩腰では。何にも知らないんだから外野は黙ってて。いらんことは言わん方が良さげじゃの。とばっちりを受けて噛みつかれるのも馬鹿らしいですしね。まあ、二人の意見が揃うなんて、お姉さんとっても嬉しいわ。何よ。バカな夢を追いかけるのはやめにしたらどうじゃ。バカな夢？何がバカだって言うのよ。絶望を知らぬのなら仕方がない。じゃがお前もすぐにわかる。大バカ者のスベンと同じようにな。取り消せ。師匠を悪く言うやつは誰であれ許さないんだからね。師匠だけは悪く言わせない。それが誰であっても許さない。現実はお前が思うように夢物語を許してはくれん。手遅れになる前に目を覚ますんじゃな。スベンのように命を粗末にするな。お兄ちゃん、スベンって例の墓に記されていた名だな。ノーマちゃん、怖かったわね。お姉さん、心配だわ。ノーマ。こら、シャボン娘、返事くらいせんかい。さーて、みんなに集まってもらったことだし、私の用事を話すとしますか。無理に話題を変えてますね。今度は笑ってごまかしてるぞ。集まってもらったのには深い理由があるのです。勝手に話を進めてます。何か危ないことに付き合わせるつもりじゃないだろうな。それでね、お願いがあるわけよ。ちょっと待て、今の間は何じゃ。それでね、私のお願いを。却下じゃ。なんでじゃ。ろくなことにならんじゃろ。ろくなことになるんじゃ。分かったから話を続けてくれ。聞いてから決めればいいだろ。さすがセネセネ。みんなにエバーライト探索を手伝ってほしいの。まあ素敵ね。人食い遺跡に私を連れてって。
よりによって人食い遺跡ですか。厄介な場所だな。また姉さんを拾うかもしれんの。もしかして行きたくない。あそこは危険が多い。それはノーマも知っているだろう。お願い。まあ前に行ったことのある場所だ。なんとかなるだろう。せねせね優しい。この分だと俺たちがうんと言うまで騒ぎ続けるだろうしな。確かに。よーし、人食い遺跡へゴー。